とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいモッドを入れてみました。ネザーなんとかって書いてあったんですよね。で、写真を見る限り、ハテナハテナハテナに、ネザーの敵がワンサが出てきてる感じでした。でもね、説明欄を見た感じでは、クリーパーの森に出てくるみたいに書いてあったんだよね。なので多分ここだと思います。行きましょう。あ、違う。本当だ。クリーパーの森が、ヘル、なんか、ヘルシュルームスかな？わかんない。わかんないですけど、行きましょう。どんな感じになるんだろうね。装備これで行きます。フルメタルのブロードソードの無限パープルストームのキノコドラ羽ですね。どんな感じに敵が出るんでしょう。ピグリンとかいたね。おお、別に、普段とそう変わりない。普段っていうか、普段こんなとこないよ。おお、あ、別になんだろう。難易度がむちゃくちゃ上がってるっていうわけでは、なさそうだね。あー、でも、鬱陶しいな。鬱陶しいな、敵が。戦いにくい。何ここ。むちゃくちゃ戦いにくいね。なんだこれ。あのね、ちょっと待って、ノックバックがひどい。ノックバックひどすぎるわ。よし。まあ、一応デイリーじゃないんですけども、一応キャプテン探しながら行こうか。いるかな。まあまあいるでしょう。なるほどね。うわ、ちょっと待って、多い、敵は多い、むっちゃ多い、むちゃくちゃ多いから、あ、戦いにくいね。嫌な場所、本当に。そうそうそう、ここってこんな感じだったよね。ノックバックとかがめちゃくちゃあって戦いにくい場所だったわ。そうそうそう、オッケー。じゃあちょっとノンストップいきますね。ノンストップで、まあフィールドは言うてもハテナハテナハテナなんで、そう変わりはないです。変わりはないというか、時間はそんなにかからないでしょう。あ、まあ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 、敵が多いだけだ。敵が多いだけ。ただ敵が多くて鬱陶しい、そういうクエストですね。うん、敵の強さは、強さ自体は変わんないんで、うん、時間はかかんない。で、キャプテン、ここは、6体いることはちょっとまれかな。マグマキューブ、やっぱさすがに攻撃力高えな。マグマキューブは攻撃力が高い。これいないかもね。全部。6体はいないかもしれないです。おいおいおい、戦いにくい、本当に。よっしゃ。すっごい戦いにくい。あ、やばいやばいやばい。よし。いけるね。ノックバックがエグすぎる。ダメージ、あ、いたいた。ダメージ自体はね、そう大したことはなさそうなんだけど。ノックバックがね、鬱陶しい。できることならあまり行きたくない感じの場所ですね。こういう時に、あれか、ノックバック体制とかがいい感じになるのか？ちょい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 ！ひどいな。ちょっとマジでひどい。これ何これ。あ、報酬バリアないと、これ無理だね。ここは無理。多分耐えれないわ。包丁針ないと。なんだこれ。オッケー。よし、とりあえずいけた。あ、さっき下に多分いるね。いたいた、いくぞ。あー、マグマキューブのエンチャントのやつがいる。よっしゃ、
すごいな、ここ。ちょっと待って。とりあえず倒す。倒さないと。動きづらい。えい、新 P。モブ HP。140% 増加。倒しにくい。マジか。うわぁ、ちょっと待って。マグマキューブ撃っとるし。こいつもノックバックするんかい。するよね。よし。でも敵自体が多いから、リフレッシュは発動させやすい。いやー、近づけない。近づけないよ。よし。倒した。もう多すぎる。嫌な敵が多すぎる。よっしゃ、新品。ナイトモードやめてくれ。横おらんね。よし。もうサクッと、もうキャプテン倒すだけ倒してさ、先に行こう。もうなんだかわけがわからん。もう本当に嫌な場所。ちょっと待て。ま、取れないって。ちょっと取れないっつうの。よし、オッケー。もウィザースケルトンの数、数よ、本当に。オッケー。いないね。行きましょう。何？略奪者に代わって 140% アップのナイトモード。はいはい、分かりましたよ。矢の数も十分にあるし、まあまあ問題なくいけるでしょう。うん、火力はね、俺は十分にあるので大丈夫。ボスの部屋に行く前、手前のとこに確かキャプテンの表示が見えたので、そこはちょっと寄り道していきますね。ここ、あ、いや、もう一個下か。もう一個下のところにいるみたいですね。いた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 。よっしゃ。もうノックバックの敵が多すぎるよ。はい。嫌な場所。ちょっと待って。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。ほんと痛い。ちょっと待って。取らせて。全く取れない。ちょっと待って。まず取らせてくれ。なんだお前たちは。あ、これ下にもいるわ。これ下にもいます。これね、一応全部取ってから、ボスに挑みますね。よっしゃ！よっしゃ！あ、いた！どこだ？どこ？ん？あ、いたいた！よし。トーラーが入ったね。140% アップの。キャプテンエグ。よし、ではあとは、ボスに行くだけっすね。サクッとボスも倒しちゃいましょう。何が出るんだろう、ここのボス。いつもならムーシュルムモンスターズが出るんだけども、ここはね、ハテナハテナハテナじゃないのよね。クリーパーの森なんで。え、何が出てくる？え、いっぱい出てる。おい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 、何この数。ちょっと待って、これ、このガストの数はまずい。よし、オッケー。とりあえずガスト倒した。何これ、ここひどい。やべ、あ、やべやべ。あ、でもまあ、ガストは1体倒したから、あと、ガスト1体と、エンダーマンが2体か。あ、それがいける。まず、ガストやらんと。よし、はい。待ってい。あ、終わった。
はい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 、まあこんな感じか。ちょっと嫌なステージでしたね。はい、ということで今日は新しいモッド、ネザーなんとかっていうやつですね、行ってみました。きつくはないかな。ポーションバリアつけていけば別にきつくはないんだけども、ノックバックばっかり来るのでめちゃくちゃ戦いづらい、あんまり行きたくないステージでしたね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。